everyone. I'm Ichika Arisawa from Hello Project Kinshusei. So for today, the new member of Hello Project Kinshusei, me, Ichika Arisawa, will surprise interview to senpai member of Hello Project Kinshusei. And together, we are going to discover who they really are. ハロプロ研修生ってどんな人やろか、イエーイ。声聞こえてますけど、今回突撃するハロプロ研修生の先輩はこの方です。どうぞ。どうも、石切かなみです。よろしくお願いします。はい、北海道出身の石切かなみさんに来ていただきました、はい、来ちゃいました。はい、で私から質問がいろいろあって、はい、いろいろ、はい、はい、メモしてきたんですけど、はい、まずメモはないけど、メモはないんですけど、頭のメモの中に書いてきました。はい、はい、一つ目の質問は、好きなお寿司のネタは何ですか？好きなお寿司のネタ、そうですね、マグロ、サーモン、イカでございます。おー、あ、甘エビも好き、卵も好きです。何でも好きです。何でも好き。はい、はい、あ、逆に嫌いな食べ物とかありますか？あ、なんか昔キノコの、はい、舞茸とかちょっとこう、なんだろう、独特な味にする系はちょっと食わず嫌いというか、 あんまりこうなんか見た目とかで食べれなさそうって思ってたんですけど、最近こうお味噌汁に入ってるの食べて、なんだこの美味しい食べ物はと思って、あら、ちょっと発見してしまいました、はい、なので嫌いな食べ物ないかもしれないです。すごいですね、はい、何でも食べちゃいます。ほい、なんか質問することがいっぱいありすぎて、うん、でも一番最初に思いついたのがそのお寿司のネタだったので、はい、北海道海鮮美味しいし、あ、確かに全然考えてないそういうわけではなかった。全然そんなわけない、普通に自分の考え的に、はい、そうです。なるほど、はい、で2つ目の質問は、はい、個人的に気になることなんですけど、はい、あの君の登場っていう振りをしたんですけど、はい、いろいろ振り付けが途中途中で変わって、うん、でそれのその対応力というか、なんかすぐ変わってもすぐ覚えたり、すぐ変わっても何をしてほーみたいな、えー、みたいな感じでなってて、どうやったらそんなに早くその対応できるのかなと。あー、ありがとうございます。すごいですね、このレポーターがさすがです。そうですね、君の登場は本当に4回ぐらい振り付けがすごい変わって、はい、私はその振り入れに1回入れなかったりとかもしたので、うん、そうなんですよ。その分絶対こう1回見たものをその場で覚えるぞっていう気持ちで、はい、だからもういつもの何倍も集中してやってたかもしれない。あとはやっぱりでも慣れとかもあるから大丈夫、やればできる。はい、私本当にダンスが苦手なんで、もういつもに、ね、あの見惚れちゃうんですよ。あら、とってもすごい力強いダンスが得意で、いや、もうそんな素敵だなと思います。頑張ります。怖いに怖いですよね話しかけちゃってなんかあの会えない長い日曜日を ZEP 東京で披露してた時に、 ZEP ナンバー、はい、ZEP ナンバーの方で披露してた時に、もう怖いなと思って、あのリハーサルの時にあのすごい緊張してて、うん、あのすごくなんか顔がこわばってたんですけど、うん、あの客席で、うん、あの石栗さんが見てくださってて、見てた、よかったよかった、嬉しい。でなんかみんななんかみんな緊張してるので、うん、すごくシーンとした空気だったんですけど、うん、石栗さんだけめっちゃニコニコニコってめっちゃ安心して、うん、ちょっと本番できた。あ、よかった、伝わってて、いやでも本当にそう頑張ってたのを見えたから、こっちもそれに返してあげようってこうファンの人みたいな気持ちでなるから、本当自分の頑張りがにつながってるんで、さすがでございます。ありがとうございます。なんか3つ目の質問がこうなって、すごくなんかしょうもないって言ったらダメなんですけど、あの熊のグッズを集めてらっしゃるじゃないですか。そうです、はい、はい、なんかお気に入りのグッズとかありますか？お気に入りですね、まず一番大好きなのは、私あのポタちゃんっていう、ポタっていうこれぐらいのあの木彫りの熊がいまして、はい、それはおじいちゃん家の結構屋根裏の方にこう埃をかぶってたのを引っ張り出してきて、私がこう洗ったりとかしてすごく大切にしている熊で、今部屋にいるんですけど、部屋の一番こう全体を見える場所にいて、その子なんと私があの2年前、はい、3年前になるのかな、はい、実力診断テストで気まぐれプリンセスっていう曲を歌わせていただいた、かっこよかったです、ありがとうございますなんかこう狼
みたいなのつけてたの、ちっちゃい、うん、あれをポタには被らせております。かわいい、ポタちゃんかわいいんです。あと今日なんと西崎美久ちゃんからお誕生日プレゼントで、そう、木彫りのクマになんかカエルが乗っかってる特殊な木彫りのクマをもらって、すごい、これもコレクションに追加しようと思ってます。すごいです。え、今コレクションって何個ぐらいあるの？何個だったかな、わかんないけど、でもなんかちっちゃいのから大きいのまであるって感じかな。詳しくはいろいろ肌取りとか見ていただけたらなと思いますけど、私は木彫りのカエルを持っています。あ、そうなの、いいな。なんかギッてやったらギゴっていう、それね、小細工のね入ってる木彫りめっちゃ可愛いんだよ。そうそう、私も大好きで、こうなんかこうやって動くやつがあるめっちゃシュール。そうそうそう、気に入ってます。はいはい、はい、では皆さん、石栗さんのことをもっと知っていただけたでしょうか。はい、これからも応援よろしくお願いします。 See you next time。 あの最後の挨拶があるんですけど、あの See you next time って言うね。はい、いいよ、やろよ。See you、 あれ、はい、私も一緒にか、一緒にか、一緒にか。せーの、 See you next time。 この方です、どうぞ。ぴょーん、平本瑠璃です。よろしくお願いします。お願いします。質問を何個か持ってきたので、それに答えていただいて、あの見てくださる方々にもっと平本さんを知っていただく感じです。はいはい、はい、一つ目の質問は、はい、なぜそんなに可愛いんですか。おっとおっ、ちょっと私には分からないかもしれない。天性のものかもしれない。それは違う。ちゃん謙遜してらっしゃる。本当に私、本当に昨日、2日前ぐらいに、すごく単純な振りなんですけど、全然分からなかったって、すごく落ち込んでたんですよ、でどうしようと思って、覚えないといけないって思った時に、ヒロントさんの前回の持続診断テストで、披露してらっしゃった立ち上がる見て、めっちゃニヤニヤしちゃったっていうか、ちょっとそういうことじゃなくて、なんかめっちゃ元気になって、これ本当なんですよ、本当に元気になって、あれ魔法ですよ。だから皆さんも本当に絶対に、落ち込んでる時に、平本さんの立ち上がる絶対聞いた方がいいんです。本当に、本当に私、なんか半泣き状態、ああどうしよう覚えれないってなって、そんな時に聞いた時に、すごいこんな元気与えるパフォーマンスすごいなって思って、なんでそう、なんでって聞いたんですごい、そこが魅力。はい、で、プライベートなことを聞きたいんですけど、はい、普段家で何してるんですか。家で何してるか、はい、それはお休みの日、ルーティン的なの、はい、ルーティン的なのは、まあ、学校の日は6時から7時の間に起きて、ちょっと幅広いんですけど、はい、寝坊したりする時もあるので、はい、6時から7時の間に起きて、はいはい、まず何するかな、顔を洗って、はい、ご飯食べて、違う、はい、服着替えてご飯食べて歯磨きしてマスクしてゴー。ほう、おもんな私のルーティンおもんな。あ、夜なら、はい、夜ならナイトルーティン、ナイトルーティン私のナイトルーティンは、ヒロトさんのライトに6時からご飯を食べます。はい、それで、まあ、1時間くらいだいたい食べたら、はい、最近はお母さんと夜ランニングに行ってるんだけど、すごい、それをして、はい、で、練習したりしてお風呂入ったら、夜寝る前はアロマを炊いてあれをライトって、癖が強いあ、ちなみに香りのほどは、あ、香りはなんか私の、はい、広島県のお店でなんか自分でいろんな香りからアロマを作れるっていうお店があるんだけど、はい、それを知って、なんかアロマめっちゃ憧れるって思って作りに行って、はい、その自分で作った
アロマをこの加湿器にポタポタって入れてパワー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 ってさせてる。女子力高いですね。すごい。 その中でストレッチをして、はい、体をほぐしてせやんって。めっちゃいい睡眠できそうですね。そう、間違いない。すごい。皆さんもアロマやって、ぜひやってください。ぜひやってください。多分私2日持たないかもしれない。あ、ちょっと大阪まで来て、1、2なのに大阪まで来てアロマわざわざ加湿器にポタポタしてスイッチを押すために2時間にせめて私もそこで寝させてよ。ヒロフトさんとは、あの、くれないのパフォーマンスでご一緒させていただいたんですけど、あのダンスを教えるのがすごく的確で分かりやすくて、私がくれないのダンスができなさすぎて、そのグループメッセージで私が毎日そのダンスの撮ったやつを送りつけてたんですけど、あんまみんなから返信なくて、でも1週間後ぐらいにそんな空いてない、なんか人動画送ってくれたんですよ。そうです。で、それで人動画目で見たけど、まあその時がちょうど私がちょっとドタバタしてて、で次の日に2動画目が来たので、それで返したんです。そう、全然1週間なんて開けてないです。私は誤解が心待ちにしてたんで、ちょっと長く感じたから。でもその後に電話をくれて、なんか今から言うから一から全部動作を説明していただいて、なんかそれですごくついていけたっていうか、本当に上手いですよ。だからそれですごく感動いたしました。ありがとうございます。はい、はい、このダンスが上手くてすごく優しい先輩のひろもとさんをもっと知っていただけたでしょうか。ぜひ応援してください。はい、で最後なんか挨拶するんですけど、See you next time って言います。はい、いきますよ。はい、 See you next time。 バイバイ。どうぞ。こんにちは。自己紹介お願いします。はい、はい、こっちです。はい、東京都出身、中学2年生13歳の小野田かりんです。よろしくお願いします。はい、今回は小野田さんに来ていただきました。はい、本当に可愛い小野田さんですが、私から3つ質問があります。はいはい、1つ目は、最後その、最後の晩餐というか、何を食べたいですか。もうなんかもう地球が滅亡します、明日地球なくなります、何食べたいですか。はい、想像が難しいんですけど、はい、まず明太子ご飯にチンジャオロースは絶対食べたいのと、はい、あとはおかずなんか副菜に、はい、生ハムを巻いたきゅうりが食べたいですね。さっきも生ハム食べてました。はい、食べました。美味しかったです。皆さんも生ハム買って、はい、買ってください。はい、同じ気持ちになってみてください。はい、はい、2つ目は、はい、私この質問しか考えてなかったんで、どうしようと思ったんですけど、はい、質問が思いつかなかったので、エピソードトークをしたいなって思うんですけど、はい、くれないというチームで一緒に先、はい、そのやってやらせていただいたんですけど、新名、その横だったんですよ。はい、そうです、ね、でなんか丁寧に最後まで、はい、ダンスできるまで付き合ってくれて、そう、もう本当にありがとうございます。いやこの場をお借りして私も全然まだできないんですけど、いやもうなんか協力できたのでありがとうございます。よかったです。はい、はい、小野田さんは、はい、なんかすごく心が優しくて、はい、本当に何て言うんやろ、本当に優しくて、はい、かけてくださる言葉一つ一つが本当に丁寧で、
それがすごく私の印象の中の小野田さんです。いや全然丁寧でもないしいやいやでもなんかたまに、はい、たまにあの壊れるというか、だからそこがギャップですごくなんかキュンキュンしちゃいます、はい、私だから、はい、そんな小野田さんもあの注目していってほしいなって思います。はい、何があるだろう。質問、はい、あ、じゃあ家に帰ったらすること最後に。すること、はい、家に帰ったらまずお風呂に入ってマッサージをするのと、はい、あとはなんだろう、ストレッチとかをしてからもうすぐ寝ると思います。はあ、なんかハロプロ研修生 の、 なんかそのナイトルーティーンというか、はい、何するって聞いたらなんか全員ほぼほぼストレッチとマッサージは絶対言うんですよ。でも私、はい、あのストレッチはなんか気が向いたりしないとしない人なんですけど、はい、なんかありますか、その習慣づける方法とか。あ、そうですね、私はマッサージとストレッチはなるべく毎日やるようにしてるんですけど、最初の方は全然続かなかったんですけど、なんかあの私は紙に絶対やることっていうのを書いて机に置いといたらだんだんと習慣化されました。すごいすごいですよ、はい、もうそれが本当になんか全てになんかリハーサルの時とかにも出てるっていうか、すごいそういうなんていうなんか真面目というか、なんかすごくなんかそういうところが本当にもう近くでいても肌で感じるんですけど、すごいなって思う。お勉強とかすごくできますよね。できない。え、できるんですよ。なんかやってるんですよお勉強。だから私お勉強またあ、違うか、教えてもらう。いや、ダメです、私教えられる側になってると思うので。いや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 、教えて、私はいちかちゃんから教えてもらいたいです。本当にもうなんか何でもできてすごく可愛い印象なので、もうありがとうございます。もうなんか本当に違うんですよ。なんて言うんだろう、なんか皆さん見てください、皆さん絶対わかると思うんですけど、なんかそういうなんかありがとうございますって言いたくなるんですよ。いやいや、私がありがとうございますって言いたくなります。いや、あのなんて鏡越しで目合ったりとかするときにわーってなってありがとうございますってなる。いや、でもなんかよく合いますよね。合うよね。そう、楽屋とかに合わせに行ってるわけじゃないんですけど、そうなんです、ちょっと今日も髪型かぶって被りました。そうそうそう、はい、最近なんかやることが似てきたというか、はい、なんか一緒のことをやり始めたので、はい、またこれからも仲良くしてください。はい、お願いします。お願いします。はい、ぜひ応援してください。はいはい、あ、そう、最後のなんか挨拶で、はい、あの See you next time というやつがあるんですけど、はいはい、ちょっとそれ一緒に、はい、See you next time めっちゃ正確でこれ